はい、プレーボール、どうも野球人です。阪神中谷、ソフトバンク二保、仰天トレードへということでございまして、まあ早朝からですね、ちょっとびっくりするようなトレードがありました。阪神ソフトバンク、結構ねソフトバンクと阪神は、トレードする球団同士なんですけれども、では早速ね、記事見ていきましょう。はい、阪神中谷、ソフトバンク二保がトレードへ。阪神中谷外野手とソフトバンク二保投手の交換トレードが合意に達したことが1日分かった。早ければ2日にも両球団から正式に発表されるということでございます。現在ですね、阪神は巨人に、4月29日以来となる2ゲーム差、接近を許しております。72試合目、折り返し地点ですね。16年ぶりリーグ優勝へ、投手陣の緊急補強に着手したということでございます。最近ですね、5試合連続で救援陣が失点するなど現状での課題が浮き彫りに。やはりですね、折り返し地点で首位を維持した阪神ですが、今後ですね、巨人の追い上げというのは、ますます強くなっていくというところで、白羽の矢を立ったのが、ソフトバンクの二保選手ですね。さっきは初めて、開幕ローテーション入りを果たすなど12試合で、計56点3分の2を投げて4勝5敗、先発として一定の実績を持つ上、15年には44試合、18年には35試合に登板するの中継ぎでの経験も豊富な人材ということでございます。今季はですね、1軍、2度の先発で未勝利ながら、ウエスタンでは11試合4勝1敗防御率 2.57 の安定した投球を続けておりまして、矢野監督で、もですね、現状あそこ7回ですね、なかなか固定できない新しいカードはこれからも必要になると苦しい事情を吐露していたということでございます。やはりですね、先発というよりはどちらかといえばですね、中継ぎとしての、活躍が期待されるのかなというふうに思います。はい、そしてですね、一方中谷選手ですね、交換トレードとなる選手なんですけれども、未来の大砲候補として、期待されておりました。外国人の活躍、あとはですね、佐藤デラック選手の活躍もあって、11年目の今季は一軍出場がない一方、17年には20本塁打、長打に加え、年齢も28歳とね、非常に若いためですね、出番に恵まれればですね、力を発揮できる能力を備えている選手かと思います。両選手出場機会を求める思惑が一致したということでございますので、両球団にとっていいトレードになればなというところでございます。ではそれぞれですね、しっかりとどういう選手なのか解説していきたいと思います。はい、ではソフトバンク、放出側から見ていきましょう。二保選手ですね、2012年育成ドラフト2位指名の選手でして、年俸が2800万円、出身地福岡県、1990年、5月18日生まれ、182センチ、74キロ、右投げ右打ちのピッチャーでございます。今年で31歳ですね。なので二保選手の方が年上ということです。マックスが150キロ、球種がスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、フォークボールを投げ分けます。球速で押すタイプというよりかはですね、しっかりと変化球を交えて、打ち取っていくタイプのピッチャーというのをイメージしていただけたらというふうに思います。育成出身の選手ということで、ソフトバンクですね、非常に、育成能力が高い球団でも知られておりまして、その、育成から支配下に上がった選手の一人ということでございます。はい、ではそんな二保選手ですが、成績もしっかり見ていきましょう。はい、では成績ですね、見ていきましょう。1軍通算成績が109試合で12勝で11敗、9ホールド1、セーブ 204.1イニング、102奪三振、97四球、被安打214、防御率 4.32、 ウィップ 1.52、 奪三振率 4.49、 四死球率 4.27 という成績でございます。見るとですね、そうですね、やはり先発もして、中継ぎもしてという感じですね。奪三振率、四死球率が同じくらいというのはね、ちょっとどうなのかなというふうには思います。はい、で今シーズンの1軍成績が2試合で0勝1敗、 11.1イニングで8奪三振、5四球、12被安打、防御率 4.76、 奪三振率 6.35、 四死球率 3.97 と。はい、で2軍成績も見ていきましょう。11試合で4勝1敗、 63.0イニング、46奪三振、13四球、51被安打、防御率 2.57、 奪三振率 6.57、 四死球率 1.86 と、いうことで、2軍ウエスタンではですね、そこそこ先発として活躍していたということですね。
で、まあコメントとしてはですね、先発リリーフともにこなせる万能右腕ということで、三振を取るというよりもですね、打たせて取るピッチングが持ち味、でございます。まあそれはですね、今シーズンの2軍成績、1軍成績、通算成績すべてね、見た感じですね、やはり、三振を取るタイプではないということは明らかです。しかしですね、まあまあキャリア全体ですね、投手圧倒的にフライよりもゴロを打たせる比率が高いピッチャーなんですよね。まあなので、まあ打たせて取るピッチングで広い甲子園でなんですけれども、まあ、主乱が目立つ阪神に合うかはちょっと微妙な感じですね。まあどちらかといえば、阪神に合うタイプといえば、まあコントロールが良くてフライがね多いピッチャーっていうのが、まあ、合うかなっていう気はするんですけれども、まあ、彼ですねめちゃめちゃ制球力に優れているっていうわけでもない選手で、まあゴロが多いということで、まあ今後ねちょっとどうなっていくのかっていうのがあれなんですけれども、まあリリーフやった時はですね球速も結構150キロぐらいね出るというふうに聞いておりますので、またねそこのまあまあ先発リリーフとの違いとかもありますし、まあ先発もねできるということで、まあ阪神ですね、まあ谷間で誰が投げるんだみたいな時もあるので、そういう時はですね、まあ、彼がしっかり投げてくれる、まあまあ可能性っていうのも今後あるのかなっていうふうには思いますので、まあいろいろね使い勝手のいいピッチャーかなというふうには思います。出番はね確実にあるんではないでしょうか。はい、続いて阪神の放出選手はですね、中谷選手でございます。2010年ドラフト3位指名の選手ですね。年俸2500万円、出身地福岡県、1993年1月5日生まれ、187センチ、94キロ、右投げ右打ち、ポジション外野、ファーストも守ります。外野はですね両翼プラスセンターもね守れるということで、まあ使い勝手のねいい選手かと思います。でまあ福岡県出身なんですよね。まあ二保選手も福岡出身で、まあソフトバンクということで、まあ福岡同士のトレードと、まあ中谷選手は地元にね戻るっていうことにもなりました。まあそういうのもね若干関係しているのかもしれませんね。はい、では中谷選手成績ね彼も見ていきましょう。はい、では中谷選手成績見ていきましょう。通算成績423試合、打率2割3分1003打数231安打、37ホーマー、136打点、281三振、78四球4盗塁、 OPS が 0.678 という成績 でございます。まあ、かなりですね試合出てますね。400試合以上出てまして、打席数も1000超えているということで、まあ実績はね、まあ、かなり、豊富な選手ということでございます。で今シーズンですね1軍で、出場はありませんので、2軍の成績に絞って見ていきましょう。59試合で2割6分6厘、203打数の54安打5ホーマー、26打点、33三振、20試合、盗塁が5、 BBK が 0.66、 スリー率3割3分3厘、 OPS が 0.742 という成績でございます。まあ2軍ウエスタンでは、まあ、まずまずの成績といったところではないでしょうか。はい、コメントとしましては、まあ、規定打席に到達して20本塁打を放ったんですが、それ以外の年は目立った活躍はまあないかなというところでございます。まあ中谷選手といえば緩い変化球に強く直球が打てないことが弱点でございました。まあそれでですね当時の金本監督に、まあ、結構ね言われたりもしておりましたが、近年では実はね逆の成績になっておりまして、19年20年、にはですねストレートに強く、スライダーカーブなどの緩い変化球に弱くなっているのが、まあ今現在の現状でございます。まあそういうねスタンスの違いとかもありつつですね、まあ彼は守備走塁もできる選手なので、まあ、そこはですね結構優秀なポイントかなというふうには思います。まあソフトバンクとしてもですね、まあ今結構ね、まあ得点力不足に悩んでいるというところで、まあ右のね、外野手というところで、まあしっかりと補強ポイントを埋めてきたのかなという気はしますね。はい、というわけで以上2人の選手をご紹介しました。はい、というわけでね中谷選手と二保選手のトレード、まあ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 予想されてた感じのトレードが来たって、いう風なねイメージですね。ああまあまあまあこれこれみたいなね待ってました感の強いトレードだったかなというふうには思います。まあ、お互いのね、まあ、弱点を埋めた感じにはなっているんですけれども、まあ、正直ですね、まあ、阪神の方が現状としては得なのかなというトレードのように思いました。まあ、現状ではですね、
やっぱり今シーズン中谷選手1軍で使っていないので、まあ、それを含めるとですね、やはりまあある程度計算できる、まあ、右ピッチャー欲しかった阪神が、まあ、結構ね現時点では非常に即戦力を手に入れた感は、強いです。まあ年齢もね、3つぐらい中谷選手の方が下なので、まあ、将来性込みで言うとですね、まあ、ソフトバンクも、そういう期待を込めてね取ったのかなというふうにも思いますので、まあ、今後ねどうなっていくかに期待かなという、お話でございます。で最後ですね、ファンの皆さんのコメントを読んで終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。今の阪神の外野はほぼ固まって、もう出るところないし、中継ぎがきついから両者にとって、いいトレードになればいい。でも確か阪神はピッチャーにチャムにトレードで出していたようなということで、まあそうですね、阪神やっぱり、外国人と、近本選手、あとはですね、佐藤輝明選手、糸井選手とかもいますから、外野は正直ね、もう結構今シーズンは飽和状態で、あとは湯川選手とかね、本当に、ライバルが多いんですよね、今の阪神の外野は。というところでですね、放出して、即戦力取って、今年ね、本当に優勝できる可能性が非常にね、あるので、そういう意味では、仕方ないトレードだったのかなというふうにも思いますね。西ハムに出したピッチャーは谷川選手ですね。彼もね、出してというところになるんですけれども、しっかりとね、今回またピッチャーを獲得したということになりました。はい、そしてこちらを見ていきましょう。中谷と日本のトレード、ホークス、マサゴもなかなかチャンスもらえない中谷に出番あるのかということで、そうですね、右の外野手ということで、補強ポイントではあるんですけれども、現状ですね、出れてない選手も多いということで、どちらかといえばですね、やっぱ内野をね埋めたい感じはあったんですけれども、打てない打線が、今非常に苦しいというところで、少しでもね、ダルクアップというところでの獲得かなというふうに思います。今後ですね、2人ともどういう活躍が、できるか分かりませんけれども、本当にね、いいトレードになっていただけたらなというふうに思います。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。